超旬愛。ああ、殿、ぜひ一度こうしてお伺いしたかったのです。長江、あざなは春外、紳士的な物腰と艶のある魅力を持つ武人である。袁紹に仕えていたが、関東の戦いで窮地に陥り、曹操に帰順。曹操の大気に触れた長江は、その期待に応えようと誘約する。殿はなぜ袁紹の配下であった私を、この超旬愛の基準を許してくださったのですか。お主は嘘の兵糧が燃えた時投降してきたな。あの時点で袁紹の敗北を確信したその判断力は高く評価しうる。戦の機微を知る将は得難いものよ。故に長江、わしはお主を欲したのだ。ああ、一時をもって万事を知るその聡明さ、まさに殿こそ私が仕えるべき主です。この超旬愛、以後はより一層美しく戦いますよ。さあ、まずは深夜にて野暮な劉備を打ちましょう。報告によると、劉備軍を追撃せよ。奴についた軍師を探し出すのだ。敵はすでに策を用意している様子。難しい。その軍師の知恵である。注意せよ。
いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。馬がご入り用で、またお待ちしてます。帝は先帝宗妃殿のご遺言に従い、父上に職に対する宣戦の指揮を一任されるそうです。で、父上、これからどうするんです？全軍に鉄郎山へ向かうよう伝えよ。ついに諸君がこちらへと軍を向け。劉備の死からここまで思いのほか早かったですね。この動き、周到にして緻密な準備あってこそよ。失礼、これは芝居殿。慶州喪失後、諸君はすぐさま呉と名を回復し、さらには南方を維持している。全てがこの北進への布石、そして全てが諸葛亮一人の差配によるものよ。なんと、ではこの度の軍も諸葛亮が。芝居殿、どこか嬉しそうですね。希代の使者と謳われる諸葛亮と対するのだ。地を磨ききた者として、これがたぎらずにいられるか。来るがいい諸葛亮、葬儀に芝忠達の地ありと胸に刻みつけてやる。工房将軍が南安で窮地に陥っている。早く助けに行かねば。だが救援すればこちらが手薄になる。ここを敵に奪われたら俺たちの責任になるぞ。落ち着け、お前たちがうろたえたところで何も始まらぬわ。誰か状況を説明せよ。申し上げます。諸軍は祁山、天刀山、外邸に軍を展開しました。現在南安にて夏侯坊将軍が諸葛亮率いる諸軍本隊と交戦中。しかしながら苦戦を強いられている模様です。夏侯坊殿じゃ諸葛亮の相手はきついって。すぐに助けに行かないと。諸葛亮の愛路を利用し多方面から攻めることで数の不利を埋めようというのか。外邸の首相は諸葛亮の弟子の馬謖です。外邸近くの山頂に布陣したとの報が入っています。外邸の麓ではなく山頂に？なんて野暮な。いえ、こちらにとってはまさに行幸と言えますね。
海底の山頂は水の確保もできない地勢。麓を押さえれば陣など簡単に干上がります。それで海底は悠々と取り戻せるでしょう。諸軍が天頭山にも兵力を割いているのは長安と我が軍の前線を分断するためか。はい、おそらく用地である山の南側には有力な将を配していると警戒すべきです。うん、よくわかった。お前、名は？は、今日白薬と申します。おお、なるほど。お前が噂の天水の麒麟寺か。他方面に軍を進めてはいるが、諸葛亮の狙いはただ一つ、長安よ。奴は長安侵攻の用地となる海底と天水の確保に注力してくるだろう。脅威、お前は故郷を死守するがいい。はっ、承知しました。さて、出陣だな。死、将よ。我が一族として無様を晒すことなく戦うのだ。諸葛亮を討ち、諸君を完膚なきまでに叩く。二度とこの地を踏めぬようにするのだ。諸葛亮は天水にいるみたいだ。脅威だけじゃきついだろう。助けないと。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。あの二つの要所を狙えばきっと長官南北左右複数同時攻撃できたか。まあ、私の気力存分に味わわせてやる。あの地、少し気になる。制圧に向かおう。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。戻って策の練り直しだ。敵将張春愛が華麗に討ち取りました。よくやった。褒めてやろう。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。や、これこそ地獄の道。やめだやめ。こんなのやってられっかってんだ。敵将張春愛が華麗に討ち取りました。皆の手本となるお働き嬉しゅうございますね。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。要所を奪えなかった。きっと大きな食べになる。実に美しい勝利ですね。見事な戦いぶりです。
く。
守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。一緒にいた男、いいわ、あの男の元に送ってあげる。進軍開始。これたちであそこをもらっちゃうよ。いいところに連れて行ったわ。挑戦しそうです。本気で若のとこに行くかと思ったよ。ということでさよなら。やっぱり、はっ、はっ、やっ、実に美しい勝利ですね。やっ、迷いのない戦ぶりですね。はい、そのお力時に羨ましく感じます。勝負しそうです。
戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。突然や、いい場所に連れてってやるよ。進軍開始してもいいよな。これこそ地獄の美。やはり素晴らしい才能でした。何としても味方に引き入れなければ。京尉、無事でよかった。よくあの諸葛亮相手に持ちこたえたな。ああ、加藤派殿。おい、京尉。岩の空だな。なんだ、もう少し嬉しそうにしとけよ。いい場所に連れてってやるよ。進軍開始してもいいよな。芝居殿、職軍を追撃しなくてもよろしいのですか。諸葛亮はあの脅威を引き込んだようだ。なんと忌々しいが、もはや我が軍の陣容は敵に筒抜けよ。今追えば必ずや通撃を受けるであろう。ならばここは潔く兵を引いた方がいい。それに我々には少しの間喪に服す期間が必要だろう。芝居殿、承知しました。兵たちには楽に帰還するよう命じましょう。漢中方面の守備には引き続き私が当たります。ここには加工園将軍が残した兵も多くいますので。では失礼。ほな、あまりに早すぎました。あなたの身をあと数年続けば、天下は乱世の先へと進めたであろうもの。いい場所に連れてってやるよ。進軍開始してもいいな。長江は諸葛亮の策を華麗に破った。だが蜀は必ずまた魏に侵攻してくる。長江は慢心せず漢中の守備を固めた。その脳裏にはいつも漢中に散った美しき将軍の姿がある。彼の意志をなすべく長江は今日も練兵に励む。将軍、ご覧になっていますか。あなたから受け継いだ軍団はさらなる進化を遂げています。さあ、美麗に優雅に。長江殿の連兵、なんと激しい。この一糸乱れる動きこそが華麗な行使を可能にするのです。わかりましたね。はい。私もでは、磨きをかけた究極の美、ご覧に入れましょう。いいぞ。